来年5月のサミットを控え、テロリストなどの制圧にあたる警視庁の専門部隊が実弾を使い射撃の技術を競いました。隊員が銃を構えました。的に向かって実弾を撃ち込みます。射撃の競技大会には警視庁の機動隊から銃器対策部隊の隊員らおよそ150人が参加しました。この部隊は武装したテロリストなどの制圧や重要施設の防護を担当しています。大会では実弾を使い射撃の精度を競ったほか、重さ13キロの装備を身につけ300メートルほど走ってから射撃をするリレーも行われました。今回は初めて女性隊員11人が参加したということです。